チニー・フォン・フィルトは発足当時から指揮者団を結成して、斉藤秀夫先生が私の恩師ですけども、それからもう亡くなりましたけども山本直純さん、そして僕の一番の先輩である小澤征爾さん、それから私と手塚幸則さんで指揮者団っていうのを作って、その新しいオーケストラシンがつく日本フィルハーモニー、これ2つに分かれちゃったんですけどもね、それの新日本フィルの方のお手伝いを始めたという、それからずっと続いてるんですけども、特に去年、そして今年演奏会をたくさんできるチャンスが参照いただいて、すごく嬉しく思っております。5月はリヒャルト・シュトラウスのアルパインシンフォニー、アルペン交響曲と呼ばれる、これはリヒャルト・シュトラウスのもう最も大規模な編成を必要とするアルプスの一日を描いた交響詩みたいなもの、それの交響曲版に1時間近くかかる長い立派な曲なんですけども、10月には今度は北のヨーロッパに行きまして、フィンランドのシベリウスの2番シベリウスの交響曲の中で一番頻繁に演奏されるし、聴衆の皆さんからも愛されている名曲、実際にフィルはもちろんその私の年代から考えると、もう本当に子供か孫ぐらいの若手がどんどん入れ替わって、もちろん美術的にも音楽的にも、ですから演奏能力というのが飛躍的に上手になったというかね、音楽の表現する内面的なこと、本当に大きな第四響の、それも音楽的にただの雑音にならないで、本当に音楽を大事にした大きな音から繊細な小さな音まで、もう自由に表現できるオーケストラになってますので、これはもう本当に劇場に来て、これも一度でいいですから、まだ聞いたこともないお客様がいらっしゃったら、ぜひ聞いてください。お願いします。